はい、ピスケです。サクスペやっていきますということで、ちょっとね、あの音声の設定をミスってしまって、後付けの感じにはなってしまっているんですが、あの天丸回で PG 作れましたので、アフレコやっていきたいと思いますということで、はい。いやー、まさかの声が入ってなかったということでね、あの動画載せてから気づいたので、シャワー当てて音声入れてるんですけど、シラスでね、あの終わる前になんとか PD 作れたっていうやつです。2回目かなこれ言ったの。はい。で、デッキ同じで、あのサナフカミ、守る道へ、ミナミちゃん風薙っていう感じかな。はい、っていう感じになっております。で、やることはまあやっぱ一緒で、最初はね、守るくんが今船長になってるので、まあ、そこ絶対抜かないようにってとこで、まあ、できたら彼女評価とか、その相棒の評価とかをしっかりやって、まあ、赤コツはね、守ると、同栄、まあ、ワンチャン根骨とか、休息骨もらえるので、まあ、その辺狙いつつ、評価を上げていきたいっていうやつですね。で、守備とメンタルは、言っても、何も変わらないので、その、自分の戦力値はね、変わんないので、まあ、その辺は踏んでっていいかなっていう感じなんですけど、他は、できるだけ踏まないで、経験点を稼いでいこうっていう感じですね。で、まあ、天才の分があるので、まあ、その貯金でできるだけ早く船長になれたらいいかなっていう感じですね。で、投手はなんかちょっとでも、ペースが落ちるとね、溢れてしまうみたいな感じになるので、まあ、ちょっと後半がね、ちょっときついかなっていうのはあるんですけど、まあ、できるだけ前半走の分早くして余裕を持って、回数ね、ループの回数をこなしていけたらっていうのと、まあ、二次得ですね。街道と強心臓。特に深見くんとかは、強心臓が、後からなってくると、深見くんにね、別の、まあ、前回の動画がそんな感じだったんですけど、別の金徳覚えちゃって、そっちが来ちゃって、しかも俺、前回の場合だと、エースの風格が、エピローグじゃないと取れない金徳なんで、潰すのもできずに、被ってしまうっていう、はい、そういう、ね、悲しい事態にもなりかねないので、まあ、強心臓早めに取って、まあ、あとは街道はまあある程度デートで調整はできるんですけど、まあ、その辺でね、査定伸びすぎないように注意しながらやっていくっていうのと、まあ、マイブレの成功ですね。守くん、まあ、結構球速さえ上げてれば成功してくれるっていう感じではあるんですけど、まあ、そこの失敗すると、失敗しただけで査定がもうワンランク変わっちゃうので、マイブレとかはね。で、マイブレ復活、二次得2個、エースの風格とか、なんかそんな感じになるので、一個一個のね、査定が重い感じになってくるので、まあ、しっかり確実に手に入れたいっていうのと、その金徳ガチャですね。強心臓以外の2個の金徳もできるだけ査定高いやつ取れるといいなっていう感じですね。はい。で、今評価上げてますって感じです。結構やっぱね、球速とかが140とかまで上げれちゃえば、あとは、まあ、変化ちょっと取って、で、第2変化はね、早めに取れると、それだけで10いくつ、査定漏れるので、それはやっぱ早めに取りたいですね。第2変化と、まあ、変化量がやっぱり査定伸びやすいかなっていうのがあるので、まあ、そこと、まあ、140キロっていうところを意識していくと、もう39とかなので、やっぱ天才だと早いですね。はい。これであと2だっていう感じで、まあ、ちょっと、あと1だって感じでやってるんですけど、まあ、もうちょいどっかで、経験で取りたいなってとこで、まあ、ちょっとまあ、1回無限指導で、経験でもらうかって感じで、多分次ぐらいで、慣れたかな。ただ、もらうコツが弱すぎてですね。前回とかだと、ほぼ査定ないので。
まあ、ちょっとそこ運なかったなって感じなんですけど、はい、これで乗りましたって感じですね。アザースって感じです。でここからループが始まるんですけど、でループもね、最初の方は結構ギリギリで乗せるので経験値に余裕がない、ま、ところでやらなきゃいけないので抜かれて追いつけないみたいなのね、まあ、最初はあるんですけど、10月だったらまあだいぶ早いかなって感じですよね。すごい助かった。で、まあ一回休みましょう。まさかのまだ告白とか全然間に合ってないので、まあ、そこも継続して意識しつつ、まあでも一番の優先順位はやっぱ船長ループなので、まあ、まず守君に抜いてもらおうみたいな感じですね。で、道江と守は骨イベボーナスが高いキャラになるので、ああやって1回指導するだけでそこの経験点が、まあ、ほぼ100もらえるっていう、まあ、カンパチ、ヤシュだとカンパチぐらいしか、カンパチのあとギブソンジュニアが同じテーブルなんですけど、ギブソンジュニアの場合だと選手能力高すぎてちょっと入れづらいなっていうのはありまして、まあ実質カンパチだけで、まあ特攻なので野手はね、なかなかそこで難しさは、まあ野手の方が簡単なんですけどね。うん。投手の方がこういう骨入れで経験点くれるキャラ多いですよっていう感じにはなっております。はい。ただ難しいのは投手の方かなっていう感じですね。で、ここで同上で、みなみちゃんの評価も上げつついけたので、まあ、なんとか抜きまして。で、できるだけ基礎値でやっぱ上げたいなっていうのはありますよね。ここで行ったのかな、ちょっと数字見てなかったけど、 できるだけやっぱ船長になるときは同値にしてあげることによって抜いてもらったときの抜いてもらいやすくっていうするっていうところが結構大事ですね。54で跳ねじゃねえかみたいなそんな感じです。うん、まあやっぱちょっと早すぎるとまあこういう現象もあるのかな。なかなかないですけどね。で、全開がいっぱい来ちゃうんで、全開査定ないから逆に早めに来ちゃったら潰してあげるのもありなのかなっていう感じはしました。うん、まあ取っても取んなくても一緒なので、だったら他のコツもらえるように潰しちゃった方が良かったかなっていう反省ですね。はい、54にしたくていろいろ試行錯誤してますが、なかなかいけないっていう、僕のを取りまくるかみたいな感じにもなってるんですけど、無理。あれですね、技術ばっかで他が なかったので、まあ、そのせいもあるかなって感じはあるんですけど、あと1足りないっていうね。で、無理なので、まあ精神いけば守がね40点ぐらいはくれるので、赤で48点なんでね、これはでかいですよね。急速骨ももらえてっていう感じで、はい。でおかげでコントロール上げるだけでいけましたっていう感じですね。スタミナ上げたのかな。でそろそろやっぱね告白とかが間に合わなすぎてちょっとやべえな感じじゃいるんですけど、まあまあお祈りですね。まあ、招き猫持ってきてるからまあ間に合ってくれるかなっていうような気持ちではいたと思うんですけど、まあでも間に合っでそう、サナがね、サナがこれこの時点で評価足りてないの気づいてアウチっていう感じですね。であげるけど、まあなかなか間に合わないかな。で、防衛行きます。で、みなみちゃんが妄想のところに来てはいたんですけど、うん、まあここはやっぱり指導の方が大事かなっていうところで、はい、ちょっと優先を変えております。イベントで来てくれって感じですね。で、深見くんがこの時点で強心臓来てくれたので、まあ、ここは良かったかなって感じですね。早い段階で
すでに金徳持ってるキャラが深見くんだけなので、まあ、船長になった時点でまあ一番もらいやすいっていうのはあるんですけど、で南ちゃんも来てくれるとアザースっていう感じですね。サナガも全然来なかったんですけど、まあ、それでもクリスマスまでには絶対来てくれるので、まあ、ちょっと経験点落ちちゃいますけどね、落ちちゃいますけど、あのそういう全然なんか来ないで4月とかなっちゃうみたいなのはないので、まあ、やっぱ優秀ですよね。カイドウ、あの二次得取れて、選手権彼女でっていう、まあいろいろね、いろいろ強いですよね。告白絶対間に合うし、安定感が。で、カイドウだったら他はやっぱマイト君とか無限指導入れてあげるとか、まあワンチャンエミリーでもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。エミリーも経験点多いですし、うん、回復多いですし結構ね優秀なキャラだと俺は思うので、かなちゃん持ってない人とかは、まあ、エミリーとか、まあ、大田くんはね結構カイドウ枠では優秀だと思うんで、無限指導できるしだとは思いますけど、うん、そんな感じですね。今ひたすらループしてるって、もう12月の時点でもう3回とか3回ぐらいかできてるので、結構回数はねいいペースで序盤はできてたかなっていう感じですね後半ちょっと大変だったんですけど、まあまあ序盤にまあ割と貯金できたかなっていうような感じの印象かな。やっぱ天才はいいですね。あの他のなんか天才確定各高校1回ありましたけど、あのパワコーとか春霊とかバンプとか暁とかの天才全部このシラスに持ってきたかったなっていうぐらい、あのシラスはねやっぱ天才の恩恵が全然あの別ゲーになるぐらい違うので、それ持ってきたかったなっていう感じですね。次回やるときはあの天才をね、天才次元をぜひお願いします10枚ぐらい欲しい。いやもう99枚天才でいいんじゃないか、そんぐらい天才使いたいね、シラスは。千丸でもいいんだけど、やっぱり天才の恩恵が一番感じれるのはね、点数が全然変わるし、点数全然関わるし、あの船長なれるタイミングが本当なんつう、千丸だけだとまあ12月割ればいいかなっていうぐらいなんですけど、今回みたいに天丸だと10月とかでいけちゃったりとか、まあ、今後ね違うキャラとかで、まあ、もうちょい弱いキャラとかで組めるようになってくると、あのもっと早く船長になれたりするんですけど、あのハマればねっていうのができるのが、まあ、そうなることによってあのもらえる経験点がね全然変わってくるっていうことで、うん、やっぱいいですねそういう風にしていきたいなっていうのあるんで、まあぜひ天才ね次回やるときはいっぱいくれると嬉しいなっていう風に思っております。はい、でまあ今はもうひたすらループで、で経験点がもう未定の通り、まあオール700ぐらいになっちゃってるので、これを吐きたいから、あの仲間をね強くしていきたいなっていう風に思ってる感じですね。これが うまく巡回していかないと点数伸びていかないので結構難しいんですよね。またここからはやっぱ無限指導よりは普通の選手キャラの指導をしていきたいんですけど、まあ、サナちゃんとかがまあいかんせん弱いので序盤はいいんですけどね、なかなか抜いてくれなくなってくる。ここが辛かったな。このなんか冬の時期がちょっと辛かったですね。冬の時期になんかあんまりちょうどよく抜いてくれる人がいなくて、
それでちょっと苦戦したかなっていう感じですね。でも見ての通りやっぱデートが多くなってくるとその分ね経験点がどんどん積み重なっていっちゃうので、で今もうちょっと強くなっちゃうけど上げちゃっていきましょうっていう、200点入るし技術が。で技術ってねやっぱ戦長ループやってる時はあんま分かんないんですけど、まあ、なんだかんだ足りなくなるんで最終的に上げていくと必要な技術経験点が結構多いので、まあ、それで抜いてもらえなくてあの溢れてって、で、まあ、最終的にやっぱなんだかんだ足りないみたいなあのことになることが結構多いのででね、まあ、技術溢れてくるとしかも、技術の多いやつ特の直取りしだすので、どうしても消費したいので直取りしだすので、まあ、それでより足りなくなってくるっていう感じですよね。あ、技術溢れる、技術多すぎかなと思うけど、まあ、最終的にやっぱちゃんと全部揃ってくると足りないみたいな感じになってくるので結構難しいんですよね、そのバランスがね。で、まあ、誰もいないので、まあ、風なぎで、まあ、戦力 S も目指していきたいんで、俺結構溢れてるな溢れてますね、溢れてて、まあ、守る来たんだけど、守るもね、まあ、コントロールだともうあんまりもう査定が上がってくれないんで、とりあえず100まで上げてもそんなに自分も増えないから、とりあえずいっちゃいましょうって感じですね。でもう抜いてくれないと。で金徳覚えてくれれば結構変わるんですけど、なんかここでさすがに覚えてくんねえかなと思ったけど、やっぱ指導が足りなかったですね、うん、ここで覚えてくれてたらもうちょっと変わったかなっていうような感じはあるんですけど、なんとなく、まあ、この辺がもう分岐点だったかな。で溢れ出してもう能力上げなきゃいけないんで、そうなってくるともう無理船長を抜いてもらうのは無理みたいな感じになってくるので、結構きつかったですね。冬がねやっぱ指導がうまくいかなくて、そうなると戦力も伸びないし、ループもできないし溢れてくるし、でどんどん詰まってくんですよね、いろいろスケジュールがね。ここ同意ってよかったのかな。で深見くん行っちゃったんですよね確かね。変化の方が抜いてくれるんじゃないかと思って、あれ抜いてくれたのかな、まあ、変化の方行って抜いてもらう方向で金徳入れば抜いてくれるだろうと思って行ったんですけど、どうだったっけ、抜いてくれたの、ああ金徳覚えて多分抜いてくれたのかな。あ、 OKOK、 これは OK で、でですよね、まあ、抜いてくれたけどその後またこの溢れ出る経験点たちをどうしていこうという感じですよね。抜かない程度に今ちょっと取ってるのかな、あ抜いていいのか、ちょうどよく抜くために今何をどう上げたらいいのかみたいなやってる感じですね。はい、で抜いた、でここ深見くん行くとダメだから同へ行ったみたいな感じかな。あで同へが抜くのかなこれですか確かなんか一回そんなことがあった気がするんで、まあ、でもだとしても、まあ、ここで技術もらうべきだったのかもしれないですけどね、まあ、最終的にちょっと技術足りなくなったんですけど多分抜いてたと思います。なんかもっと上を目指してたっつうか、なんかやっぱ戦力とかが結構ギリギリだったので、もっとたくさん指導しなきゃいけないっていうの で経験点を使いたかったっていうので、
それで一回ね、同盟からもらう技術無視して自分が船長になる方を選んだみたいな感じですね。ここどっちが良かったかって言われると、まあ何とも言えない。でここでサナちゃんになっちゃうんだよね。サナじゃなくて深見が指導できればまだこの後分かんなかったかなっていうような感じですね。でまた溢れてって、まあ、結構溢れた分が足りなかったかなっていうような感じだったので難しいんですよね、この溢れ出した時の、とりあえずコツを取ることによってまあなんとか持ちこたえたいなっていう。球速は結構ガンガン上がってっちゃうので結構難しかったですね。で全然抜いてもらえない精神で指導、まあ、回復できたのはでかいですけどね。あ、で金徳覚えたのか。悪くはないんだけど、もうちょい早い段階のところに、うわで精神溢れてるな精神溢れてるとか、うん、結構やっぱ結構溢れましたね。ここをもうちょっとうまい具合に回していけたら、PG のね、もっと上の方も狙えたのかなっていうような感じですね。はい、あざす。で、動画が終わったので、まあ、いいタイミングでカイドウ取れたらいいなっていう感じですね。はい。で、守るがね、思いのほか伸びてなくて。ちょっと大変だった。で、次の金徳が入りますっていう感じですね。900ギリギリで900ギリギリでもうどうしようもねえみたいな感じなんですけど、でサナちゃんが内無双さっき取ってたのでもらおうぜっていうことですね。でもう6月なんでそろそろ船長のループもきついかなっていうぐらいに差し掛かってるので困ったなって感じですよね。でも経験点が溢れって感じなのでもう取るしかないみたいな感じかな。なんか覚えたんだっけ。ああ、そっか、覚えなかったのか。ここで覚えてたらまた抜いてくれた可能性はあったよね、やっぱりね。そこはやっぱり難しいよね。ほんとこの噛み合わせがむずいんですよね。ここはやっぱ結構運要素あるので、でも技術が吐けなくなってきて、技術吐けないからといってで球速とか上げないまんまでいると今度168到達1000とかなんかいろいろね諸女問題が出てきてしまうのでここはね難しいんですよ。だから今ほんと困ってました。この辺は4月ぐらいからほんと経験値あふれるわなんやらですごい困ってましたね。今体力も微妙だからもうとりあえずデートするかっていう。こんな状態でございます。で最後の金徳入ります、まあ、ここは良かったですね。金徳がまあすんなり入ったのは本当助かったかなって感じですね。まあ、そんなに悪くない内無双、金縛り、どっちもそんなに悪くない金属なので、うん、そこは助かったかなって感じですね。
で、デートとかは終わったので、まあ、できるだけ戦力をね、今度は、間に合ってない分、間に合わせたいっていう。でも S 行けなかったかな。S 行けたら、まあ、もうちょい伸ばせたかなっていう感じはあったんですけど。で、今ちょっとやめようか迷ってるところですね。もう船長なるのに諦めて、ひたすらね、指導をしていく方に切り替えようかなっていうのを思ってるんですけど、まあ、で査定そんなに上がらないそうな金あの特能とかを取って、ちょっとごまかしてる感じですね。あれだ、まあセーフだろうみたいな感じとか、はい、そんな感じです。やっぱ強くなりすぎちゃうともう本当に間に合わないみたいになっちゃうんで、あと1回ギリギリできたような気はするんだけど、ちょうどいい時に変化とかやっぱ休息とか査定が一気に上がりやすいところをやっぱ後半ね、どれだけタイミングよく踏めるかっていうのがっていうのと、まあ、タイミングよくその変化踏めるとかもあるし、タイミングよく金徳ね覚えてくれるっていうのも大事ですし、まあ、でなおかつ査定の高い金徳ね、それ次第で後半のね、その伸び率1万4000ぐらいだったら割と安定して出していけると思うんですけど、まあ、それ以上5000とかもっと言えば6000近く、めちゃめちゃハマると本当1万6000点ぐらい出せるんですけど、まあ、まだ無理かな、イベキャラ的にっていうのがあるんですけど、まあ、そのぐらい出すためにはそのハマり具合というかタイミングよくちょうどいいとこにコツが来てくれてぐるぐるできる、でき経験点も溢れずにね、ちょうどいい自分の強さと仲間の強さのバランスがねすごい取れながら上げていけると結構ね強くなりやすいっていうのはあるんですけど、だから船長ループにこだわりすぎ、ギリギリを攻めたいんですけど、ギリギリ攻めた方がそのオール50をもらい続けられるので大事なんですけど、まあ、そこのねなんか分岐点というかやめ時みたいなのも見極められると、まあ、S とか乗せやすいのかなっていうような気はするんですけどね、はい、感じでございます。で今どうもいつやめようみたいな本当そんな感じですね。でちょっと筋力足んなくてそれも怖えなっていう、変化はもう77あればとりあえず大丈夫なのでそんな気にしなくていいんですけど、どっちかっつうと168106 101 77 あと特のほぼ全取り、まあ、全取りしなくてもまあいけるんですけど、 PG 自体はまあ目標として特能全取りの、まあ、金徳で、ね、全部しっかり取るっていうところまでいければPG はいける。まあただ最大値で言うとやっぱ北斗とかマントルとかその辺の方がいいのかなと。まあ今だと北斗の方があれかな、同じく強心臓まで二次徳取れるっていうのがあるので査定値の問題で今ちょっと北斗の方が投手の最大値は強いのかなっていうような印象はありますね。まあただしらすに関してはその安定感というか、その試行回数自体はそんなに多くなく強い選手がね作れるはずなので、 PG ぐらいを量産するのに一番適した高校ではあるのかなっていう感じはありますね。で急速骨3だったのがまあギリでかかったかな。で今ちょっともうやめたと思うんですけど、やめた瞬間まあ一気に取り出してると思うんですけど、でまあとりあえず金徳取れるの取ってっていうのをやってる感じですね。でやっぱ技術足んなくなると
足りない経験点とかを、まあ、考えたりとかしてやってるって感じですね。で無限指導したおかげで、まあ、A ランク、いや本当 S ランクいけないんですよね。S ランク行くのは結構むずくて。白鷺同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁指導が足んないのかな。キバ投げた2球目ストライク、これで追い込みました。指導はちょっと足んないのかな。二股とかするとやっぱ選手キャラ一人減るんで、まあ、今回相棒だったりするんですけど、そうなると戦力がねちょっと上げづらい。テルモリ二股デッキとか6上限とかでねやると、まあ S ランク行きづらくはなるので、その分エピローグもらえるんで、まあ最後の伸びはね、あの二股とかのが多いので、まあそれで S ランクまで持っていけるっていうのが一番理想ではあるんですけど、なのでまあちょっと最大値狙いでやってるとこあります。これ変化じゃなくて、ね、技術で良かったんじゃないかなっていうふうに、はい、まあ後々思いましたね。でミスゼロ覚える、ミスゼロくれよ。まあでも深見くんは強心臓をもらわなきゃいけないんで、うん、まあ、深見くんが覚えた金徳は、まあ、何ももあのもらえないかなっていう感じではあるんですけど、あとミスゼロ、ギアチェン、その辺かな。まあ、アームブレイカーとかも、まあ、あの査定は置いといて、結構いい金徳ではあるので、その辺来ると面白いかなっていう感じはするんですけど、うん。まあ、やっぱミスゼロ、ギアチェンかな、このデッキだと。まあ、守るとか入ってないデッキだと、マイブレ取れたりとか、復活取れたりとか、風薙なしとか、まあ、風薙は、まあ、割と必須なのかなっていう感じはしますけど、とかっていう感じにはなるので、まあまあまあって感じはあるんですけど、追い込んでから第3球を、もう次が4球目、投げた、もうアウトコース低め、あとは勝つのみですよね。しらす結構やっぱピンチャンできないので、あの突然こうやって、ね、犠牲フライでも打たれると辛いですし、本当抑えれるかどうかが本当に怖いなと思うんですよね。スラッパーまあまあ打たれるのかな、やっぱスラッパーはあんま良くないのかなっていうような気はしてはいるんですけど、PG を目指したいっていうのがやっぱあるので、どうしてもね効率のいい変化球になっちゃうね。そんな感じです。結構打たれるのね。サクスペの場合はやっぱ、で球速がねやっぱ最後来てくれたので、まあ、これはまあちょっとやっぱ助かったかなって感じですよね。まあ、一発踏めればこうやって100点くれるので、うん、それで1キロずつは上げていける。であと3キロみたいな感じで77も乗って、まあこの辺どんだけあと得の取れるのかなっていうのと、はい、まあ、ちょっと計算、まあなんとなくしか計算できないんですけど、そんな緻密な計算俺できないので、うん、なんとなく感覚で、あとこれとこれ欲しいなみたいな。でエピローグでまあ変幻もらうとして、であとエースの風格なので、まあその辺 の点数が足りなくならないといいなっていう。ここマジビビったんですよね、打たれるんですよ。ここマジビビった。古永マジか、古永マジかっていうのと、ここね、ここ強打者めっちゃ多いんですよね。投げたとか普段全然使わないキャラの癖して、めちゃくちゃあの SS じゃないですか、超うまいバッティングするし、能力高すぎて、もうほんと文武嫌いって思う。白いユニフォームかぶってるし、めっちゃ怖かったです、この時。
めっちゃ怖いっす、マジこれ。やばいっすね、スライダーとパームしかないっていうところでも、もう不安しかないし、なんで俺もっといい変化球つけなかったんだろう。まあギリギリ抑えていくっていう。パームはね、まあ空振りしてくれるんですよね。スライダーがちょっと怖いかな。でパームはストライクゾーン入っちゃうとちょっと危ないんですけど、ボール球どんくらい空振りしてくれるかみたいな、なんかそういうゲームですね。でめちゃくちゃやっぱね、まあ、A ランクまで行くと、まあ、打撃 S だったんで、まあなんとか打ってくれたかなっていう。でまたお前かっていう、そういうのがめっちゃ怖かったですね。っていうのはギリギリ勝てるんですけど、いやもうほんと初回のホームランはマジでえっと思って、でも点数もまあそんなに大丈夫だったんで、でまあここも球速来てくれたんで、うん、よかったよかった。でまあ、技術大丈夫かなっていう感じでしたね。あとはね、なんか球速か変化だったんで、もう球速選ぶしかなかったんですけど、技術来てたら技術でも良かったかなっていう気がしてます。で、168乗せれる自信がなかったので、まあ、とりあえずこの辺取って、あの最後くればいいかなっていうような状況ですね。はい、頑張れ。でまあこの時点で、まあ、SS7 までは行ってたんで、まあまあエースの風格で、まあほぼワンランク上がるっていうのと、まあもう一個金徳で、まあ 1.5 ぐらいか、 1.5 ランクぐらいはいけるっていうと、キャッチャーへのショーフライだ、ファウルグラウンドキャッチしています、投げた。あと168キロがいければ一気にまたそこで査定もらえるのでいけるかなと思ったんですけど、まあまた打たれるとこれマジで怖いんですよね。打たれるのが一番恐怖。フリート勢はね、あの立橋とか、あ今立橋しかいないですけど、あの梶君と沖野とかもそのうち入ってきますしね。そうするとまたなんか能力高いし、でモブが強いんですよね。フリートは見ての通りパワーと走力えぐいし、でギリギリ勝てるみたいな感じで、まあ、ちょっと点数見てなかったんでちょっとどうかなっていう感じだったんですけど、まあ、1万4000点乗ってたらまあいけるかなっていうような感じでいました。で自分のチームが中継ぎ弱かったんで、まあ、とりあえず中継ぎつけて、まあ、先発つけれたらつけたいなっていう感じで、とりあえず中継ぎにしましたですね。で変幻取れて OK みたいな感じですね。クロスキャノンだったらちょっと死んでたかなっていう気はします。で、まあ、14000、うん、前回14600とかだったんで、まあ、そこより出てなかったんで、うん、まあもうそこまでいければもうちょっと強い選手を作れたかなって感じですね。とりあえずコツ取ってる徳能と金徳と、うん、で変化球とこれで乗るのかな。これで PG 乗ったので、うん、であと何に変化球つけようかなぐらいの感じでやってたと思います。で先発適正つけて、でまあ取れる得のをで、まだ取れてないのがちらほらあったので、まあ、ここを全部取り切れば PG1 とかはいけんのかなっていう感じなので、まあ、もうちょい技術と筋力とあればよかったかなっていう感じですね。で変化球伸ばしたいっていう欲も確かにあるんですけど、まあ多分そこまではね、しらすだとちょっときついんですよね。まあ、変化キャラ入れればいけるかもしれないんですけど、まあ、バランス的にちょっと
行くターンがちょっと足りないかなって感じと、まあ、もうちょっと船長ループがはまっていけば、あのオール50でバランスよく入ってくるので、それでいけるかなっていう気がしますね。でサメです。はい、で、まあ、一応エース更新っていう感じかな。で200、あのギリギリ PG が今までマントルで最高だったので、あの1だけ1だけではあるんですけど、まあ、更新できましたっていう感じですね。まあ、とりあえず金徳全部取れて、うん、徳能がね、まあ、徳能もうちょい取れればよかったかなっていう感じはしますが、まあ、最低限というか、うん、まあなんていうんですか、乗せたいレベルまではとりあえず乗せれたので、このプラスアルファ、まあ、どれだけいけるかっていうのは、まあ、次の課題になるのかなっていうふうに思っております。はい、って感じですね。でなんだっけ、でちょうどね、あと 5とかで9万だったので、まあ、これで戦力がね9万乗りましたっていうの最後見せたくて、まあ多分ね、ずっとこの動画後付けで載せることにはなってるんですけど、あの動画撮ってる時もずっと何かしら喋ってて、やってはいたので、うん、まあそれちょっとね、何喋ってたか、はい、聞いてもらえないのがちょっと残念ではあるんですけど、ここ9万乗りましたやったみたいなことを多分言ってると思う。乗ったでしょバカみたいに言ってると思いますね。はい、で、キエマ26で乗って、はい、あ、お前エースなんだみたいな、そんな感じです。はい、お前控えに回ったかって。最近はやっぱね、ちょっとできるだけ、複数、先発も中継ぎも、抑えも、どっちもできるようにしておかないと、ね、中継ぎ陣がね、ちょっと大変なことになっちゃうので、まあ、そこはね、サクスペ気をつけなきゃいけないなと。アプリはそんなになんかすごい差が出る、まあ、先発査定みたいなのがあって、先発が自体がね PG2 とか3とかにならないと中継ぎの査定でね、あの PG 先発っていうところまでいけないので、そういう逆の差はあるんですけど、逆になんか適正つけないと全然ハイレスラーしないみたいなサクスペは感じになるので、先発と中継ぎと、まあ、できたら抑えまで、はい、適正ピッチャーつけるのは大事なんだなっていうところは、はい、最近感じてるところですね。はい、でなんかね、ちょろちょろ別動画でチーム紹介みたいなのやろうと思ってますんで、そっち見ていただけたらとは思うんですけど、はい、まあ、ちょっとここでちらほら見せてますって感じですね。PG もね、ちょっとまあぼちぼち増えてきて、あと二遊間とか作れてないのかな、二遊間と、まあ、控え陣があんま作れてないので、まあ、その辺をしっかり PG 超えの選手を作ってやっていきたいっていう感じですね。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。皆さん、いい選手一応お過ごしください。バイバーイ。